こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。このところちょっとあれかな、自分で言うのおかしいけど、働きすぎかな。若干風邪気味なんだよね。でも、なんか食事はね、普通にできるから、大丈夫だと思います。この前の17日、品川のジェスコや、おかげさんで、多くのお客さんに来ていただきまして、嬉しかったね。みんな帰る時に楽しかったね、楽しかったねって言ってもらったからね。それから今度の日曜日24日、新大久保、時代ワールドミュージックっていう、場所でございます。駅から本当にね、3、4分、ゆっくり歩いても5分くらいですかね、の場所ですけど、ここはね、だいたい50人ちょっとでいっぱいなんだよね。おかげさんでね、いっぱいですよ。いっぱいでね、なおかつね、連絡来て、いやー、入れないですかねって言われて、結構ね、お断りしたりしてるんですよ。本当に申し訳ないなと思ってますよね。年末のクリスマス、エスプロクリスマスショーということで、三田京香、石原正志、ヒューマン、3人で、楽しくやりたいと思います。司会はね、ベテランの牧野さんですから、なんつってもそつがないからね、どんな状況でもね、いい具合に、なんていうのかな、こうその場その場のね、雰囲気を、作っちゃうからね。時間がね、3時5時ということで、結構ね、そんなに短くもなく長くもなくの時間でございますけれども、若干短いかな。そんなことで楽しくやりたいと思います。早いもんだね。もう年末で、2024年が今少しでございます。いやー、なんかこう無我夢中でね、毎日やってるからね、結構早いよね、この時間が過ぎるのがね。でもね、やっぱりみんなね、いい具合にね、進んでますので、来年に向けて、いい形で進めるかなと思っておりますので、引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。